こんにちは、サラです。今回はですね、メイク始めたての時に私がやっていた、今思い返すと全然似合ってなかったなっていうメイクをやった後に、そこから、手を加えて最近やっているちょっと垢抜けメイクみたいなやつに徐々に変えていくっていう企画をやっていきたいと思います。まあこれちょっとね、あれかも、参考になるかなと思って早速やっていきます。まず化粧下地ですね。まあ当時使ってたやつと結構その商品はだいぶ変わってしまってはいるんですけど、まずマジョリカマジョルカミルキースキンマスクのパープル。まあ下地は特になんか失敗とかないかな。前何使ってたかな、プリマビスタとか。昔はね、今よりもさらにオイリー肌だったからプリマビスタしか使えないと思ってたはい、そしたらコンシーラー使っていきます。カリプソマジックコンシーラーピンクベージュ D。 このね、こういうプチプラのドラッグストアとかで買えるコンシーラーを使ってましたね。で、私結構目のクマがね、凄めなタイプなんで、もうすごいガン塗りしてました。特にね、目の下、もう目の際までがっつり塗ってた。目の際まで塗るのが悪いんじゃなくて、目の際まで塗ったらちゃんと自分でその綺麗なキャンバスにした後にこう影をまた描いたりとかしないとちょっとのっぺりに見えちゃうんだよね。はい、そしたらクリアラストフェイスパウダー N 薬用オークル。これはね、もう当時カバー力が高いからめっちゃ愛用してた。しかも簡単だから。これを顔全体にもうガン塗りですね。しかも目の下もガン塗りしてた。顔すべてに塗ってたもうまつげも真っ白になるぐらい。はい、こんな感じで。まあね、確かに綺麗ではある、陶器肌で。ただこの後のメイク次第でちょっとねちょっとねな感じになりがちで、シェーディングセザンヌミックスカラーチーク20番。これで、であの別のブラシを使うという概念がないので、もうとにかく付属のものでもう入れ方わかんないから、鼻に入れるっていうことしか知らないので、とりあえずもう全ての鼻筋に入れてた。でフェイスラインもわかんないから、とりあえずこう全部ここだけ削るっていう。もうなんかここの骨のとこをこう削ってたもん。でハイライトはセザンヌパールグローンハイライト01。まあこれ当時なかったやつなんだけど、とりあえずとにかく T ゾーンとにかく T ゾーンに入れるという知識しかないから。でしかも鼻先まで一直線にもうマジで綺麗に大文字の T って感じで入れてた。で、あとこの C ゾーンとこんな感じで、顎とか唇の上に塗るという知識はなかったですねで、次アイブロウですね。マジョマジョのソードカット N の BR660。 まあ当時これは使ってなかったけど、あのなんだろう、この眉毛の形が分からなかったので、とりあえず眉毛の真ん中だけとりあえず描いてた。眉頭の方も描いちゃって。でその眉毛の輪郭を形取るとかそういうのはとにかくなかったですね。こんな感じだった直線みたいな。で左右でこうガタガタっていうねで眉マスカラはね普通に使ってましたね。デジャビューアイブロウカラーナチュラルブラウン。はい、で次アイシャドウですね。なんか知らないけどアイシャドウは誰でも似合うのはオレンジって思ってたの。だからとりあえずオレンジ塗ってたの。今回使うのはクリオのプロアイパレット07ピーチグルーブ。
まずこの明るい色を全体に入れます。すごい広範囲に入れてた。この明るい色どこまでがアイホールか分かんないから。で次オレンジ、オレンジもすごいめちゃくちゃ入れてた。で次ブラウンですね。こんな感じかな。で下まぶたは塗ってない。下まぶたってだって塗るとこなくないって思ってた。どこまでどのぐらいの幅でどこまで塗ったらえって思って塗ってなかった。でもとにかく上まぶたが今よりも腫れぼったかったから、それをなくしたくてすごい上まぶただけめちゃくちゃ塗ってた。で涙袋メイクとかもしてない。そんな高等テクニック知らんかったもん。はい、したらもうこの状態で、アイライナーですね。インテグレートスナイプジェルライナー BK999 で、かろうじて知っていたまつげとまつげの間を埋めるというテクニック、これ知ってただけでなぜかすごいメイクできてると思ってたもん。で目尻のラインはマジわかんないので、とりあえずなんかこの辺で止めるみたいな。はい、でマスカラ、ビューラーもできないからもうそのまま直塗り。今使ってるのはトリプルパワーマスカラってやつです。 VT のトリプルパワーマスカラで、下まつげは塗ったらわすごいケバいと思って塗るのやめた。なんで塗れよ過去の自分。なんだろう、アイシャドウとかもちゃんと塗ってればバランス的に見て不自然じゃないんだけど、何もしてないから下まつげだけ塗ってうわケバいと思ってた。で今こんな感じ、めっちゃ間延びしてる顔で。チークはとりあえずピンクって思ってたので、MAC のミネラライズブラッシュのデインティー、当時はキャンメイクかな、キャンメイクのザピンクみたいなやつをすごいねこう斜めに塗ってたの、上の方で。そうメイクできないなりに調べてチークの入れ方をしたら、なんか面長だから面長の人は斜めに入れるのがいいって書いてあったんだよね確か。こいつすごい上の方で斜めに塗ってた。アイシャドウオレンジなのにチークはピンク。なんか私が大学生の時とかってあんまり年齢のせいなのかわかんないけど、パーソナルカラーって今ほどなんか浸透してなかったような気がするんだけど、年齢のせいですかね。でやっぱ血色感ある方がモテるからモテると思い込んでいたのでめっちゃしっかり塗ってた。で最後リップですね。でリップもなんかケバいの嫌だなと思っててなんか化粧してます感、化粧頑張ってます感出したくないなってなんか謎にそこだけすごいこだわってて、ベージュのリップ塗ってたもん。エチュセリップエディショングロス07、まあ、当時なかったですよこれは。でもベージュ系を塗ってた。これを塗ってナチュラル美人を気取ってた。こんな感じです。そうでも確かにここの唇だけ見たらまあ、綺麗じゃん。ここだけで見たら。でも全体のバランスを考えてなかったのですごいなんかちぐはぐだし、なんか化粧してる感出したくないって思ってる割になんか変なとこ濃くて必要なとこ塗ってないからめっちゃ逆に化粧してる感が出ちゃってるメイク。なんか全然違う人みたい。ちょっとなんかプラス10歳
したらちょっと大輔に見ていただきたいと思います。お邪魔します。なんか昔のメイクみたい。そうそう、昔のメイク、うん、19歳。そう俺の知ってるサラちゃんはそれ、これ、うん、俺にとってはこれ、うん、サラちゃん帰ってきたっていう帰ってきたサラちゃん、帰ってきたぞっていう感じはする。なんかその当時私的には可愛くなりたいけど、うん、メイクしてる感は出したくないって思ってたから、うん、濃いところと全く塗らないところのバランスが、うん、マジでおかしい。目とほっぺがすごいけどそれ以外が控えてたこと。そう、うん、当時はこれで漏れてると思ってたんですよ。まあでもわかるよ、昔間違ってたなっていう。俺も昔ワックス間違ってたなと思う時あるもん、うん、高校生の時俺ハリネズミみたいなソニックみたいな。いや本当にわかるわかる。いやでもこれをちょっと後世に語り継ごうと思って。いやいいと思う、うん、やっぱりねおしゃれって試行回数だと思いますよ。そうそう、まあ、いろんなこと試してさ。 YouTube なかったもんね。なんで急に頑張った、ね、YouTube なかったよ昔。なかったよね。なんか俺がもし若い頃 YouTube あったらやっぱり見ますもん、うん、今の子たちは本当にいいなと思う、うん、若いうちからワックスの付け方一つ、服装の一つ、ね、メイクもさ、うん、ファッションもさ、インスタで見れるしね、うん、今本当おしゃれ、みんな羨ましい、うん、すいませんお邪魔しました。ありがとうございました。盛り上がったわ。盛り上がった。はい、そしたらこの昔事故りまくっていたメイクをどうにかして垢抜けさせます。まずちょっと一回チークは落とそうチーク落とす。で、アイシャドウも落とす。したアイシャドウ片方だけ残しておいたので、まず眉毛ですね。眉毛を、まあ、眉毛って流行もあるんですけど、まあ、とにかくこの真ん中だけしか描いてなくて、この輪郭を取るっていうことですよね。ここで重要なのが、まず自分の眉毛が、もともと左右対称かとかそういうのを観察することですね。で、私の場合眉毛はこれ左右対称なんだけど、思わぬ落とし穴として、なんと私目が左右非対称なんですよ。こっちの目が下に来てるので、眉毛を左右対称にすると目の非対称を強調しちゃう。なので眉毛の、まあ、対称性も取りたいけど、ちょっととこっちの眉毛だけ下目に描いてあげる。で、しっかり眉毛の輪郭を描く。で、眉頭はぼかす。最近はもうあんま描かない勢いですね。この中間から眉尻を描いてぼかして、なんか余ったやつでちょっと描くぐらいで、眉山もちゃんと取る。もう本当に眉毛は人それぞれなので、ここはとにかく練習ですね。そう、なんか一回なんか濃くなっちゃうかもっていう恐怖を捨てることも大事。どうでしょう、さっきよりは美眉になったんじゃないかな。で、このなんか T ゾーンのテカテカハイライトも落とします。この鼻のシェーディングも。で、もう一回ファンデーションを塗り直すね。そう、別にパウダーファンデーションは悪くないんだよね。はい、でシェーディングやっていきます。ポイントはちゃんとアイシャドウブラシでも何でもいいので、とりあえずこの細めのブラシを用意する。100均とかでいいんで。で、こういう黄色っぽい色じゃなくて、ちょっとなんだろう、グレー寄りの色をとって。私そんなにこの鼻が低いわけではないので、どっちかっていうとこの小鼻の広がりを抑えたいから、小鼻のこの先だけ塗る。鼻先を整えてあげる。前はね、塗りすぎてた。で、鼻先だけじゃなくて鼻の下もちゃんと塗って、この鼻の下を短く見せる。と唇の下も塗る。で、フェイスラインもやっぱりブラシあった方がいいですね。何でもいいんで。で、私の場合そんなにエラ張ってるわけじゃないので、どっちかっていうとなんかフェイスラインの骨自体は綺麗なんですけど、ここに肉がボーンって乗ってるタイプなので、
ここの骨を削るっていうよりかは、この上に乗ってるここの下膨れの肉を削るっていうイメージで、ここだけ乗せる。ここだけっていうか、ここを中心にぼかす。そうするとこのフェイスラインが引き締まって見えます。ここね、飛び出てる肉ね。で、ハイライトは最近はここあんま入れないですね。この目と目の間に軽く入れるのと、あとこの目と鼻の間、これは私が離れ目だからですね。ここにちょっとツヤを入れて立体感を出す。で、ここに入れると鼻の根元もね、高く見えます。で、Cゾーンはまあ塗らなくてもいいかなぐらい。塗る時もあるし塗らない時もあるけど、ちょっとまあ軽く、なんだろう、ここはついでみたいな感じまあでも今回超マット肌にしてるので、心地はマットなんだけど見た目はツヤ肌に見えるので、まあ入れた方がいいかな。軽く。あと顎先も軽く入れます。で、唇の上もちょっと入れます。はい、これだけでだいぶ顔の印象が違うと思う。はい、で、アイシャドウはこちら、クリオプロアイパレットの08イントゥーレース。まあやっぱ無難なのはこういうブラウン系だよね。まずこちらで、これはパウダーファンデーションで割としっかりまぶたのくすみをカバーしてできているので、塗らなくても良いので、ちょっと今回塗らない。次、明るすぎず暗すぎずなブラウン、これをまあこう目をつぶった時にこのまつげの生え際と眉毛の半分ぐらいまで伸ばす。で、最後に濃い色を3等分した時のぐらいまで説明むずいな。意外と適当でいいんだよ、上まぶた。こんな感じで、そしたら下まぶたちゃんと入れます。さっきの中間色を、まあ、付属のチップでも全然 OK で、目尻から入れて、このなんだろう、2分の結構3分の1とか言いますけど、全然2分の1ぐらいまで入れちゃって OK です。ただ暗い色をいきなり入れるとちょっといかにも塗ってる感が出るので、あくまでこういうちょっと薄めのブラウンで半分ぐらいまで適当に塗ります。そしたらこの一番暗い色をちょっとだけ取って、さっきよりも狭め&短く入れると自然。こんな感じ。はい、そしたらね、涙袋描いていきます。こういう薄ブラウンをブラシで取って入れてもいいし、それがちょっと難しいのであれば、今涙袋専用ライナーっていうのがあるので、キャンメイクスリーウェイスリムシェードライナー01を使います。こういう涙袋専用のやつで描いちゃう。で、小指で適当にぼかす。そしてボビーブラウンロングウェアクリームシャドウスティック30番トリュフ、これね、私が最近使ってるやつなんですけど、こういうちょっとパールの入った明るめのカラーを涙袋に入れてぼかします。で、全然ね、さっき使ったセザンヌのハイライターでもできるけど、より自然なのを求めるんだったらこれぐらいのベージュ系のものを選ぶとナチュラルな仕上がりになります。あとね、セザンヌのパールグローハイライトの02も結構ベージュ系なので、それでもいいと思う。はい、で、マスカラはしてあるのでちゃんとビューラーをかけます。私が使ってるのはアイプチのビューラー、これね、めっちゃ上げやすい。
こんな感じで根元をねしっかり上げる。上げすぎかなって思っても時間が経つと少し落ちてくるので、上げすぎかなってぐらいでも全然 OK で、下まつげも塗ってないのでしっかり塗ってあげます。もう私的には二度塗りしちゃってもいいぐらいしっかり塗る。で、アイラインですね。私こっちの右目だけ二重幅が狭いので少しアイラインこっちと同じように引いちゃってるのでちょっと削ります。ちょっとまつげの上の方まで描いちゃってるので本当に細く引かないと二重幅が埋まっちゃうんですよね、こっち。はい、そしたら、D アップのシルキーリキッドアイライナーブラウンブラック、真っ黒よりもブラウンの方が馴染みやすいです。これでちゃんと目を横に大きくこんな感じで思ったよりしっかり描いちゃって OK。 はい、でチークはこの目と口の真ん中ら辺、この辺に薄く広くふんわり入れます。こんな感じ、塗りすぎ注意です。はい、で仕上げのリップですね。こちら同じくエテュセリップエディションティントルージュ06をピンクかオレンジかで迷う方が多いと思うんですけど、やっぱ誰でも使えるのはレッドベージュですね。でこのエテュセの06番は本当にいい色、誰でも似合う色だし、あと落ちにくい。でこうやって塗りっぱなしでくっきりなってると、まあ、どうしても自然な色だけど塗ってる感が出ちゃうので、最後あの縁をこう指でなぞると自然になじみます。で最近ねマスクの色移りが気になるので軽くティッシュオフして完成。はい、どうでしょうか。だいぶ垢抜け感出たと思います。あの今左目だけアイシャドウ描いてないんですけど、目元だけ見るとこんな感じです。はい、こっち側のアイメイクも直してきました。どうでしょうか。さっきよりもしっかりメイクしているんだけど結果的にナチュラルに見えてるかと思います。もう大事なのはあれですね、バランス塗る量とかではなく。ということでいかがでしたでしょうか。今メイクでね悩んでる人の参考になったら嬉しいです。ぜひコメント欄とかでもなんかこうアドバイスし合ったりしてみんなで可愛くなろうということで、チャンネル登録と Twitter と Instagram もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。